吉田かの子と申します。よろしくお願いします。はい、好きな映画はいっぱいあるので結構昔のナンバーが好きで、はい、すいません、お願いします。一番よく見返すのは小泉進次郎さんの東京ドームをよく見返します。あとは矢口真里さんの秘密の花園も大好きです。秘密の花園、矢口真里さんの作品がすごく好きなんですけど、お金が大好きな主人公がいて、その主人公が自分がの目標に向かって一個ずつ目標を持って頑張っていく話で、そのパワーにすごく私も元気づけられるし、自分の好きなことに向かって頑張る姿にすごく励まされるので見てほしい作品です。アニメはそんなに見ないんですけれども、漫画がすごく大好きで読まれていて、漫画も結構古いものが好きで、高野文子さんとか、あと岡崎京子さんも大好きで、千尋さんっていう安田博之さんの作品がとてもおすすめです。歌謡曲がとても好きなので、よく山口百恵さんのことをかけたりとか、70年代、80年代のヒットメドレーを歌いしたりしています。あとは、一人暮らしのルーティーンっていう映像を検索して見るのが好きです、ね、でなんか他人の私生活を覗き見してる感じがして、なんかカメラどう置いてるのか分かんないんですけど、その帰ってきてこう何するか、寝るまでのルーティーンを黙々と、全然喋ったりしないんですけど、やってるのを見るのが好きです。はい、私が好きなオズ映画の原節子さんとか杉村遥さんとかもすごく素敵なんですけど、綾瀬はるかさんがとても憧れです。はい、自分にとの共通点をまず見つける作業から入ります。どんな役でも自分の中にある感情と同じものがあると思うので、それを見つけてそこから他の作品を考えるようになってます。ありがとうございます。直近の目標はまず芝居を見てもらえるように知名度を上げることで、やっぱり私はちっちゃい時からドラマとか映画を見てすごく影響を受けてしまったので、そういうふうに誰かの人生のパワーになるような存在になりたいなと思います。はい、元気いきます。最初はグじゃんけんぽい。私はチョキを出しました。バイバーイ。